しょ、こんにちは。よいしょ、よいしょ。はい、始まりましたアンセムツーリスト第3回でございます。はい、こちらは20周年に向けファンの皆様との旅をテーマにプロジェクトを行っているチームハンサムですが、アミューズプラスではそんな旅をハンサムと皆様にアテンドし、番組をお届けしていきます。はい、前回は大忘年会スペシャルと題し、1年の振り返りやチーム対抗戦で盛り上がっていきました。今回は明日が2月10日バレンタインデーということで、よいしょですね。ゲームコーナーではバレンタインにまつわる企画で甘い時間を過ごしていただきたいと思っております。はい、はい、よいしょ。甘い。そして今回もですね、放送時の裏側を撮影したアルバムボードが更新されています。ここに貼られています写真は公式 SNS の方にもアップされていますので、旅の記録として一緒に思い出を共有していきましょう。はい、では早速出演メンバーの自己紹介といきたいところですが、あら今回はですね、来月のハンサムライブに向けて、もっとファンの皆様に己をアピールできるよう即興しりとり自己紹介です。己をアピールできるように即興しりとり自己紹介にチャレンジしていきたいと思います。はい、簡単にルール説明を行います。例えば初めに自己紹介をする人が豊臣秀吉さんで、次の人が徳川家康さんだとすると、豊臣秀吉という名前の最後の一文字の氏、豊臣秀吉ですって言ったら氏、はい、から、そうです、僕が氏から、例えば尻尾からたい焼きを食べる徳川家康ですとか、しじみ汁を毎朝飲む徳川家康ですというように、テンポよくリズムよくしりとりをつなげながら、一言自分のアピールポイントを付け加えて自己紹介してください。なるほど。ということで早速僕から右回しで、左じゃん、それ右だよ。怖いって。俺初 MC なんだって。怖いなって。そう、右回しなんで。ということで。右回し。ということで。待って、マジで考え。僕から言いますので。ここ勝負。俺まだ。じゃあ早速始めていきたいと思います。僕はじゃあトモくんがいるので、トモヒロのロから始めていきたいと思います。ロから。はい。じゃあテンポよくいきますよ。はい。よい。ポンポンはなしで、で、いきますよ。よーい、スタート。チーン。はい、ロ、ロ、トモヒロ、ロ、ロンドンに行ったことがあります、山崎ひかるです。じゃあ、ルからお願いします。ル、はい、マジで考えてないぞ。ルンバが欲しい、会社マンです。ください、どうぞ。マジで元気、福崎ナイタです。ずるいな、ずるいな、マジで。旅を一緒に楽しめたらと思います、青山亮太です。おー、いいね、いいね。ちょっとキュンとしちゃったな、なんか。高菜のおにぎり美味しいですよね、徳永チカラです。いいね、美味しい、美味しい。はい、ラガンです。元島重生です。最近はもうちょっと視力を良くしたいのでブルーベリー食べてます、よろしくお願いします。はい、石頭だと思います、林修斗です。おー、すごい。とんかつにはソース派です、岩崎智弘です。あー、ソースはね、ありがとうございます。皆様、記憶に残るアピールポイントありましたでしょうか。ないです。ないですか。で、多分あったと思いますけど、とんかつはソース、とんかつソース派。いやいや、掘れないでしょ。他にとんかつ何派とか、サクサクにソースの酸味も混ざってて、そこが好きです。からしはつけます。つけます。おー、あー、いいですね。つけます。なかったね、確かに。じゃあ、以上。以上、自己紹介のコーナーでした。はい、ありがとうございます。以上でございます。はい。続いてはですね、来月のハンサムライブに関するお知らせです。カイさん、ガイドお願いいたします。俺の出番。じゃじゃん。先日公式 SNS からもお知らせありましたと思いますが、今年もハンサムライブ最終日の2公演ライブビューイングが決定しました。はい、ライブビューイング会場では、発声を伴う応援や歌唱に加えて応援グッズの使用、楽曲に合わせたハンドクラップ、拍手、手拍手
振り付けも踊ってもいいらしいです、一緒に動きながら説明お願いしますだってえ、なんか書いてあるんですけど、どういうこと？はい、なんでもないです。ハンサムメンバーたちが20周年に向けてここから歩み出す盛り上がり必死のライブを、映画館の大スクリーンと大音響空間でリアルタイムに楽しみましょう。はい、日時はこちら、合ってますよね、これ、うん、はい、2024年3月24日日曜日12時半と18時、はい、この2公演になってます。会場は全国各地の映画館、まだ秘密です、うん、料金は4300円です。お、アミューズプラス先行抽選が、2月10から10日から、18時からですから、25日までです。でプレリクエスト、こちらも抽選、2月13日18時から、25日まで。そして一般発売の方が先着になってます。お、3月13日水曜日から18時、そして22日12時までになってます、うん、プレリクエスト一般発売はローソンチケットからの発売となります、うん、そして来場者特典にはオリジナルステッカーがついてきます。オリジナルステッカー、はい、炭酸パスポートにも貼って楽しんでいただける仕様となっておりますので、うん、ライブビューイング会場の皆様も、ハンサムライブの思い出を貯めていってください。 いいですね。そして本日から2月25日、本日からですって。本日からですね。本日から2月25日まで、渋谷スペイン坂にメインビジュアルを使用したライブビューイングの告知ポスターが掲示されています。また2月19日から25日までは渋谷の計6カ所でライブビューイングの告知スポット映像も放映されます。すごい。近くにお立ち寄りの際はぜひ僕らを見続けてみてください。その他、詳細につきましては、情報サイト、公式サイトをご覧ください、うん、そうですね、はい、はい、お願いします。ありがとうございます。さて続いてこちらも先日公式 SNS より解禁されましたが、うん、チームハンサム20周年に向けさまざまな企業さんとのコラボが決定いたしました。すごい。では岩崎くんガイドお願いいたします。はい、じゃじゃん。お、先日 SNS で解禁されました特報 VTR、 皆さんご覧いただけましたでしょうか、うん、9日にはメガネブランドゾフさんとのカスタムサングラスコラボキャンペーンが発表となり、うん、新原大輔、兵藤克美、細田かなた、水田光輝の4名がゾフカスタムサングラスコラボキャンペーンのアンバサダーに就任いたしました。またまたコラボキャンペーンに伴いゾフ一日店員イベントの開催が決定しました。一日店員イベントです、ね、はい、こちらはアミューズプラスの会員の皆様を対象にイベントの応募が開始しております。イベントの応募締め切りは明日2月14日23時59分までとなっておりますので、詳細はアミューズプラスの募集ページをご覧ください。お願いします。ありがとうございます。ゾフさんだけではなく今後も皆さんをワクワクさせられるようなコラボ内容が続々と解禁していきますので、情報を楽しみにお待ちください。では続いてのコーナーお願いいたします。せーの、教えてハンサム先輩。いきなり3人のタイトルコールで始まりましたが、はい、今回僕たち新人ハンサム3人が揃ってるということで、はい、こんなコーナーをご用意していただきました。はい、3人それぞれこれから始まるリハーサルや本番に向けて不安に思っていることアドバイスいただきたいことなど質問を書いてきました、うん、はい、はい、ぜひ皆さんからありがたい回答をもらおうかなと思っております。はい、はい、来月に迫るハンサムライブに向け先輩方に、ハンサムらしい心構え、たくさん学ばせていただきます。プレッシャーかけてくるかましてきたな。はい、大丈夫かにゃ。じゃあ早速お願いしてもいいですか、ね、はい、じゃあ僕から行きますね、はい、はい、では僕からの質問こちらです。はい、たくさんのダンス効率よく覚えるコツはということで。おお、じゃあこれ早速僕答えちゃっていいですか。前のめり前のめり教えたな。いや、やっぱちょっとそろそろ先輩方を引かそうかな。じゃあ僕のこのダンスを効率よく覚えるコツはこちらです。じゃあとにかく鏡を見る。おー、なるほど。いや、こちらですね、マジで多分結構みんなやっちゃいがちなんだけど、僕もやるんだけど、他の人が踊ってるのを見て真似しちゃうんだけど、うん、
自分のその鏡で自分が踊ってるのを見て、あ、ここが違うんだなっていうのをやっぱちゃんと見ることで全然変わってくるなっていうのはちょっと去年、一昨年か、一昨年思った、うん、隣の人とかじゃなくて、そう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 、鏡に映る自分を見た方が分かってくる、はい、ということでございます。ありがとうございます。これが私の覚えるコツでございます。ありがとうございます。これもありがとうございました。続いて、なやたくんちょっと俺なんだ、はい、教えてあげてください。俺なんでダンスのこと俺に聞くんだいや、聞きたいっすね。苦手なんだけど、まあ、苦手目線だからこそ言えることもあるか。ああ、そうですね。逆にね、一緒の気持ちで、はい、こちらです、ドン。帰って思い出す。これマジで大事です。これマジで大事。そのレッスン上でやって、その後帰って、あの次の日になったら頭から抜けるんですよ。普通に。だから帰ってからちゃんとその撮った動画とか見て、そのちゃんとまあ家でその復習、そんな、そうそうそう、復習が大事ですね。復習だ。ちゃんとその反復練習することで頭に叩き込むという。これをやるかやらないかで本当に変わってきます。なるほど。マジで。なんでこれはぜひ覚えてほしいです。帰って思い出す。帰って帰って。肝に銘じておきます。これは大事です。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでしたか、ゆうとくん、このアドバイス2つ聞いて。いや、非常に参考になって、やっぱ僕も、うん、あのレッスン上から一歩外出ると、やっぱ次の日とか忘れちゃうんですよ。うん、あ、そう、忘れがち。そうです。ずっとやってきてなかったから、ダンスも。なので、これ非常に参考になったなって思います。それ右下何？これキョムーサ、よく分かってる、ね、コメントですごい、うん、そうそうそう、キョムーサ、自我が出ちゃった俺キョムーサ、キャラクターなの、そう、キャラクターキョムーサって俺が作りました名前怖くないキョムーサ俺が作ったキャラクターです。そう、公式キャラクター、公式キャラクター、ありがとうございます。じゃあ続いて、はい、徳永チカラくん、ちょっとお願いいたします。こちら、はい、ライブ中に意識していることを言いたいです。その本番中です。その前回のハンサムライブ見に行かせてもらった時に、うん、すごい先輩がキラキラしてて自分もなりたいなと思ったんですけど、初めてその、うん、ファンの前に出て披露するっていうのがもう緊張しすぎて、もう今でも緊張してるんですよ。それをなんかこれだけは意識しとけば大丈夫だっていうのを教えていただきたいです。では早速カイさん、おわい、お願いいたします。いや、なんかね、今日俺が一番先輩らしい。そうですね、そうですね、まあ一緒に出たけど、2016年、はいはいはい、でも、大先輩、そうです、怖い、大丈夫かな、俺も参考になるかもしれない、ちょっとならないよ、一緒にやったよお願いします。じゃじゃん、祭りを楽しむ。おー、大好きだ。これね、やっぱりね、そのもちろんテクニックとか、うん、その見せ方とか、まあ、お客さんも楽しむ、もちろんそうなんですけど、うん、とにかくお客さんも楽しみに来てるし、やっぱそこで緊張してわーってなってると、なんかその忘れがちなのが、これは祭りだという、お客様に感謝を伝えるっていうのもあるし、お客さんと一緒に盛り上がることによって日々感じられないお祭り騒ぎを、幸福感を味わうって、だからなんか固く考えすぎずに、なんかこう、あ、歌間違えちゃったとか、もちろんね、その練習、それまでのプロセスが大事なんですけど、なんか裏返っちゃったから最悪だみたいなことじゃなくて、なんかもうただ楽しむ、意外と忘れがちなんです。そうですね、意外と忘れがち、緊張してると確かに登場した瞬間の真っ白みたいな、この2016年の時は本当にね、先輩もたくさんいらっしゃってね、大変でしたよ。だからそれを先に知っておくといいと思います。はい、ありがとうございます。マジで大事、マジで大事。じゃあ続いて青山くん、お願いいたします。はい、すごく似た感じですけど、笑顔で楽しく元気よく、大事だね、青だ、うん、いや、理由って、そう、青山だから青山だから、何をしようかなって時に、そう、理由としては、僕、去年その新人ハンサムで参加させてもらった時に、やっぱり僕、ダンスがそんなに得意ではなかったので、で、そんな中で、せっかく感謝を伝える機会だったので、あの何かできたらいいなと思って、例えばできるだけジャンプを誰よりも高く飛ぶとか、目いっぱい動くとか、笑顔を忘れないとか、そういうのを続けてたら、多分ですけど受け取ってくれた方も多いかな、多いかな、多くはないか、受け取ってくれた方もいらっしゃったので、いっぱいで、多分ダンスが、ダンスがそんなに全員ですかね、俺も全員が違うじゃないや、ダンスがそんなに苦手かなって思うこともあるかわかんないですけど、それだけ意識してれば感謝を伝える機会なので、ダンスもそうですけど、
何かしら残せたらいいなと思います。がおすすめです。はい、ありがとうございます。あおちゃんめっちゃ楽しんでたねって。そうですか。だったら良かったです。青山君いっぱいジャンプ。いっぱいジャンプ。これだけ。3人今年勝負で。どれだけ誰が一番飛べるか。勝負。ジャンプ。ジャンプ勝負。スクワットいっぱい練習しよう。力どう。いやもうやっぱり。その皆さんもハンサムが楽しんでたら私たちも楽しいよって言ってもらえてるので、やっぱりもう全力で楽しんで笑顔で祭りを楽しみたいと思います。いっぱい飛びます。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて純正お願いします。はい、はい、僕は、緊張せずに、はい、僕は、緊張せずに全力でライブを楽しむ方法を教えてくださいです。なんかこれを聞くのはなんか僕初めてのハンサムの参加っていうこと で、うんうん、でダンスも歌もこうやってお客さんに見てもらえるのは初めてなので、なんかすごい緊張しちゃうと思うから、うんうん、その中でもなんかお客さんと楽しむ方法を知りたいですね、うん、なるほど、うん、これは岩崎くん。岩崎プロが答えます。岩崎プロお願いします。お願いします。おごりがすごい。僕の回答はこちら。BPM を感じる。言い方。これちょっと理由教えていただけますか。やっぱり、はい、お客さんもドキドキしながら待ってるし、純正も俺も緊張してドキドキしてって、うん、なんかお互いのその心拍数が上がっていくうちに。うん、音楽が鳴り始めて、このドキドキっていうのと音楽が混ざって、もうそれだからこそ生まれる一体感だと思ってるので、その会場、お客さんと同じぐらいのドキドキしてんだぞっていうのを、やっぱり祭りを楽しむっていうところ。心臓の BPM も感じるってことですか。そう。ああ、そのドキドキも曲の BPM に同意させると。そうそう、っていうのを青山が言ってたから。いやもう青山が言うわけねえだろお前。すいません。すいません純正どう聞いて。いやでもやっぱり絶対心臓の BPM は本番上がっちゃうので、心臓の BPM、 その曲の BPM に心臓の BPM を合わせていくっていうことをやっぱ意識して頑張っていきたいなっていうふうに思いました。ありがとう。今年大丈夫かな。大丈夫か。任せてください。はい、え、大丈夫。はい、任せてください。 BPM、 はい、以上、先輩教えてコーナーでございます。はい、ありがとうございました。